はい、大落の窓です。今回の話題、在体中国大使館、タイメディアは愚かだ。台湾、お前に言う資格なし。台湾に対する認識でチャイナが他国に噛みつく、よくある風景であります。そんなチャイナに対し、以前台湾、香港、タイがミルク同盟と銘打って、 ネット上でチャイナに逆襲したそんな話題もありましたけれども今回もまたタイで炎上騒ぎが起こっておりますのでタイ人の声をお届けしながら皆様と突っ込んで参りたいと思いますチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた同時に XQTwitter もやっております大楽、言いたい放題を こちらでもやっておりますのでご興味ある方ぜひ合わせてフォローいただければと思います。ということでね、早速話題に入りたいと思いますけれどもこちらは11月の3日でした。タイの公共放送。 pbs というところがですね、台湾の語少章という人ですね。これ、向こうの読み方だと、ちょっと私ね、はっきりわかりませんけれども、ウシャオシェンと呼ぶんでしょうかね。ちょっとね、この辺の発音は私、中国語わかりませんけれども、 こういう人が、まあ外交部長ですけれどもね、日本でいう外相ですが、この人に対してインタビューをした、それを放送したというものがあったわけであります。西側諸国では、まあこういうものはね、ごく当たり前の報道をしたまでだと私はね、思うわけでありますけれども、それを知ったチャイナが、これまた彼らにとっては、あくまで彼らにとっては、普通のいつもの反応を示したとこうなったわけでありますよね。 そんな反応は世界にとっては市場式ということになるわけでありますけれども、今回はね、これが騒動と発展したわけであります。それから約1週間後ですね、11月の11日、中台中国大使館、タイにある中国大使館ですよね。こちらが SNS 上で声明を発表したということで、タイメディアに対して台湾独立主義者、まあこれはね、先ほどの剛さんでありますけれどもね、剛外相。 語尾を白めるためのプラットフォームを提供した。こういうことをやったのだと文句を言い出したわけであります。余計なお世話だと私は思うわけでありますけれどもね。それから台湾が中国領であるのは普遍的な事実だと。こういうこともね。まあいつもの話でありますけれども、彼らにとってはですね、こういうことを言って、タイのメディアは悪意のある放送をしたと。報道の自由の乱用であると。 中国とタイ国民の友情にこれは反するのだということでね、都合のいい時に都合のいいことを。まああちらの人たちはですね、特に半島とか大陸、チャイナ大陸の人たちはよくこういう言葉遣いをするんですけれどもね、私あんまりね、友達友達とか友情友情っていう人は、 信用しないことにしておりますけれども、皆さんはこの辺どうでしょうか。こういう言い方が私は一番気持ちが悪くて信用がならないというところであります。本当に友情がある者同士はいちいちそんなことをね、口にするものではないとは思いますけれどもね。まあそもそも報道の自由どころかそこにいるだけで日本人を捕まえて罪をでっち上げて、それこそね、 十何年のね、金国刑のようなものに、ユーザー判決を出すと、そんな国がどの面下げて報道を語るのかと思いますけれどもね、笑わせるなと思います。まあ今挙げたね、ユーザー判決になった日本人最近ありましたね。こちらも場合によってはまた退落でも取り上げようと思いますけれども、それからまあ今回のね、中国の在台中国大使館の声明でありますが、こんなことも言っております。中国の領土と主権を尊重せよ。 誤りを真剣に訂正せよ。中国の利益毀損感情侵害だ、再発防止を求める。何が再発防止だと思うわけでありますけど、まぬ、あ、けなことを抜け抜けと仮にも一国の、その国に来ている大使館がですね、外交官が発表するわけですからね、こういうことを脳々と。まあ、もっとも中日社員な大使館だってね、全く同じで、 ずうずうしく居座りながら虎視淡々と何を考えているか分かったものではないと私はね、常頃まあ皆さんも一緒だと思いますけれどもそういうね、懸念、憤りを持っているわけでありますが、この翌日ですね、まあすかさず台湾がカウンターで同じく SNS 上で声明を このね、在体大使館、中国大使館に対して声明を発表しました。2023年ですから、翌日ですから、11月12日ですね、台湾外交部、こんなことをね、発表したということであります。報道の自由が世界最悪の中国がタイの報道機関に報道の自由を悟すとは、と、こういうことをね、言っております。 まあ、要するに、これは思いっきりしにくたっぷりにですね、言い返してやったと、タイの側に立ってですね、タイのメディアにの側に立って、文句を言ったということでありますけれども、いつも思うんですけれども、日本の政治家はなぜこういうことをね、言わないんでしょうかね、言えないんでしょうかね、例えば何かあった時にでもすぐね、遺憾だ、もうこれはね、もう本当に定番になりましたけれど、それから到底受け入れられないなんていうのもありますよね。 それからよくよく頑張っても強く抗議しますと。<laughs> こういうことですよね。これで、まあ笑ってる場合でもないんですけれども、退落もですね、笑うしかないというね、そんなレベルであります。そうして我々国民は生き通り呆れ果てるというのが、いつものありさまでありますけれども、そのくせ国会などではですね、 国会議員同士では物議を場合によってはですね、かもすほどの異性のいいことを言い放ったりもする、あるいはそんな言動を取るということもありますよね。例えば大楽もですね、これより少し前、ショート動画の方ですけどもね、大楽は最近盛んにショート動画も上げておりますが、そこで言及したのはその動画につけたタイトルそのまま読めばもうすぐにね、お分かりになるものですので読みますけれども、国会総然。 山本太郎議員、増税メガネ、誰のことかご存知ですか総理と、こういうことが、ね、ありましたよね。 こういうね、参議院で山本太郎が岸田首相にこんな変な激震なですね、質問をしたという話がありました。それに大落が思うことを思いっきり言って言い放ってこき下ろしたということでありますけれども、まあ最近このスタイルがですね、大楽のショート動画では定番になりましたので、まだご覧になったことない方はですね、ぜひこちらのショート動画もね、ご覧いただければと思います。結構ですね、 まあ一度ご覧になればわかる、お分かりになると思いますけれども、なかなかこれはこれでですね、ファンもついていただいているようなので、ぜひね、皆さんもご覧いただきたいと思います。対楽の顔のですね、こちら今ご覧になっている動画の、対楽のあ顔,顔のマーク、アイコンがありますけれども、そちらをクリックしていただくと対楽のページに飛びます。その中にショートとあるメニューがありますので、それをクリックしていただくとずらずらっとこうね、 楽がこれまで上げているショート動画が出てきますのでこれはと思うものをですね適当にクリックして見ていただければと思いますけれども1本あたり言ってもですね1分未満のものですので本当にねあの気軽にご覧いただければと思いますこの山本太郎に言及したものについて言いますと確かに私もですね今の岸田政権本当にやることなすことゲのゲだと 私はね、思っておりますけれども、ただだからといって山本太郎をここで褒めるわけはねえだろうということであります。私にとってはね、どちらも良くないというもの、当たり前の話でありますけれども、本当にこの男はですね、この男というのは山本太郎の方でありますけれども、木をてらって目立ち、注目されることをいつも考えているんじゃないかなと、このようにしか見えませんよね。例えば国会では安倍元首相に向かってですね、 模服姿に数珠をつけてですね、お証拠をするような格好を真似をしてですね、国会のね、壇上に上がったと、こんなことをやらかしたことがありましたよね。それから何と言ってもですね、陛下へ直接自分のね、書いた小汚い手紙をですね、手渡しで渡そうとした、こんなことまでありましたからね、本当何をしでかすかわからない。 小学校レベルの馬鹿丸出しでありますけれども、ただね、こういったことは本当に気をつけなければいけないというレベルで私から見ればですね、本当にテロリストまがいのそんなね、人間にしか見えないんですけれどもね、本当に特に陛下の件についてはですね、危険極まりなかったと。 いうことでありますから、いくら口で反省したとは言ってもですね、また何かしでかすぞと思ったらもう今に至るという状況ですからね。まあただ今回のね、その岸田首相に対しての増税メガネですか、その後増税クソメガネとまで言っておりますけれども、これ言えるのは山本太郎だけなんてね、支持者は大喜びしておりますけど、何を考えてるんだと。 本当に思いますよね。それは確かに山本以外に言える人間なんかいねえだろうよと思うわけでありますけれども。まあさて、日本の方にね、ちょっと話題が逸れてしまいましたけれども、タイで放送された台湾外交部長へのインタビューですよね。またそれに反応した在体チャイナ大使館の声明は当然当事者であるこちらタイでも先ほど冒頭でご紹介した内容でほぼ同じものが 紹介されております。そこに寄せられたタイ人の反応、これが今回の動画の本題となるわけでありますけれども、今回もね、またタイ人の声をじっくりお届けしながら、皆さんとご一緒に突っ込んで参りたいと思います。まずはこんな声がね、上がっておりました。在体中国大使館の声明に対してですよね。はい。台湾は国です。 中国は台湾という国を尊重しなければなりませんと、このようにね、はっきり言っております。まあだからね、チャイナはこういうも、こ,こういう意見を聞いてですね、カッカカッカするわけでありますけれども、いくらカッカしようがないようアメめこがですね、これはね、そう思ってることはみんな西側諸国は事実ですからね、仕方がありません。それから、そうです、台湾は国、台湾を応援しましょうと、こういう意見、またこういうコ,コメントもありますね。 熊野プーさんが興奮しているようですね。私は台湾を支持します。チベットやウイグルのジェノサイドを指南します。ということでね、当たり前の話ですけれどもね、本当に。まあ、第二次大戦以降の話から続いていることなので、今ね、しょうがないと言えばしょうがないのかもしれませんけども、ただしょうがないと言ってばかりもいられずに、もう変える時だとは思いますが、なぜね、あの国が、まあ、常任理事国に入っていて、しかも国と認められていて、 台湾はね、国とさえ認められていないのかということがね、もう本当に理不尽でなりませんよね。もういい加減これはね、全世界で変える時が来たと思うわけでありますけれどもね、日本もちゃんと国と認めろと思うわけでありますが、それから、イスラエルと台湾を支援、パレスチナは世界地図から消えてとこういうことがね、書いてありますが、 まあね台湾については私もね同じ意見でまあこれはね認めるべきだと今し方申し上げた通りでありますけれどもパレスチナ、イスラエル問題についてはまたこれね両手、手放しで頑張れイスラエルとまでは私はちょっとね言いづらい部分もあるんですけれどもこの辺皆さんどううでしょうかね確かに長年のアメリカにアメリカのですねイスラエルに対するなんてうんだう支援とかですねそういうい関係性こういうものはね皆さんもご存知の通りだと思いますし 今回ですね、パレスチナが、まあ、直接的な原因でありますけれども、今回はパレスチナが仕掛けたみたいなものはニュースでもね、見聞きしておりますが、ただですね、とはいえ、外野の、まあ、私のような素人がですね、この問題について、ちょっとね、一概に下手なことは言えないなというのが私の今の立場なんですけどもね、皆さん本当にどうなんでしょうかね、この辺ね。ただ一つ言えるのは、 自分の国や社会、民族を守るのは結局は自分たちだということだけはどの問題をとっても、ロシア、ウクライナの件をとってもですね、同じですよね。私はそのように思います。はい。それから、こんな意見、大臣のコメント、もしも有事になれば中国はアメリカにボッコボッコに叩かれる結果が見えますと。 いうことでありますけれどもね、これはもちろん日本人の立場でこそ同じくですね、願うところでもありますけれども、日本も無傷ではその時ね、いられないというものも覚悟しなければならないという話ですよね。ですからまあ、非常にね、まあそういうふうになる可能性が高いという意味ですけれどもね、必ず傷を、痛で負うということではありませんが、まあただ大きいと思いますけれどもね、 だから、だからこそ、外交も当然でありますけれども、その前に日本の防衛軍事力反撃というよりはですね、私は攻撃とはっきり言えばいいと思うんですけども、攻撃能力、こういうものはですね、最大限、 常ろから準備して保有すべきだと思いますけれどもね。はい。それから、台湾表現の自由が法律で守られていることを中国にお伝えしておきます。台湾と呼ぼうが、中核民国と呼ぼうが、その人の自由で気兼ねする必要などありません。ましてや、どう呼ぼうとあなた方、チャイナ政府の許可など必要はありません。台湾は国ですと。 こういう意見であります。はい。それから、ヘリクスはやめましょう。これはチャイネに対して言ってますよね。ヘリクスはやめましょう。台湾には中共政府の関係者もいなければ、出先機関の事務所もありません。台湾から中国への税収があるわけでもありません。と。確かにおっしゃる通りですよね。要するに実態が何にもないということであります。 ただ、この実態解釈についてはですね、反対に怖いのは私たち日本人だと思いますよね。今の、例えば、竹島や北方領土はいつ取り戻されるのかという話でありますけれども、もう帰ってこないという人も中にはいますが、そういう人はね、まあ、それは先ほどの話ではありませんが、それはそれで自由なので、どっか向こう行ってね、言ってくださいと私は思うわけでありますが、 しかしながら尖閣も本当にですね、気を抜いた瞬間にいつ実行支配に彼らが乗り込んでくるかわからないという部分がありますから、やっぱりね、怖いところであります。とっとと蹴りをつけないといけないという話だと思いますけれども。 それから、ワンチャイナとワンタイワンです。というね、これもいいですよね。本当に彼らはワンチャイナと言ってですね、一つの中国と言って、台湾もしっくるめてね、どさくさにまぐれって言ってくるわけでありますけれども、確かにチャイナは一つ、チャイナはチャイナだということでいいわけで、その一方でですね、台湾も一つ、台湾は台湾だというのがね、このタイ人の人の簡潔な意見であります。それから、ここはタイです。 台湾は国です。私たちは台湾が好きです。あなた方、チャイナの主張など気にしないというね、こういうきっぱしっとした意見でありますけれども、それから、台はいちいち政府に許可を求める必要などなく、様々なことをする権利がある自由がほとんど制限されている国とは違うと。 いうことで先ほども言いましたけどもなんでそんな国にいくら例えばですね企業戦略とはいえですね世界戦略とはいえ現地法人をわざわざ出してそこに日本人をね駐在員をじゃんじゃが送り込むのかと思いますよね安倍政権時代にもうチャイナからはいいか減ん手を引こうじゃないかと。 いう話があって、日本に戻ってくるなり、日本にやっぱり戻ってきてもコストが合わないよというのであれば、どこかね、東南アジア諸国などにも行けばいいと、それに、それについてはですね、支援もするぞと、そういった経済政策支援までね、作ったのにね、どうしちゃったんでしょうかね、結局ね。まあ、あれ、ある程度はやったのは私もね、見聞きしておりますけれども、ニュースなどで。しかしながら結局それも今に至ってはまだまだということではないかと思いますけれどもね、 はい、それから中国大使館はタイのメディアを規制する権利などありません。共産主義の中共は台湾に指図する権利などありません。チャイナの軍事力にしても台湾海峡をそうやすやすと越えていくことはできません。一つの中国、バカなことは忘れるべきです。タイも今、ここで毅然と物を言い、 チャイナをねじ伏せなければなりませんということでね、台湾に対して、こう、もういい加減にしろというのは、ここでタイも一緒になって言うべきだというのがね、この人の意見であります。はい、それから、アホな顔の老人のせいで、あの国が華やぐことは決してありません。チンピラごろつき不情です。ということでね、これは州のことを言ってるんだと思いますけれどもね。 中華人民共和国なんていうね、センター、センターでその花があるというね、そんな国名をズうずうしくつけている国お国柄ではありますけれども、このタイ人は花などないと咲かないということを言っております。それから、タイのメディアは常に中国の主権を尊重している。それはすなわちタイが台湾についても、台湾の主権を尊重しているということです。はい。それから最後にもう一つ。 中国こそタイの主権を侵害するなと、こんな意見がありました。ということで、この他でまだ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 今回この話題ものすごく炎上しましたから、本当に今見ているこのスレッドだけでも1000を超えております。ですからもう本当に全部をね、ご紹介するなんてことは不可能なわけでありますけども、一番多かったのが、 今回ね、要所要所で出てきた台湾は国ですと、こういうシンプルなワード、これがですね、本当にこれだけでも、パンパカ皆さん一言だけでも挙げておりましたので、本当にこのワードはね、今、タイでは強いということになっております。タイラクがこうしてタイの話題を取り上げるとよくタイはですね、親中派だからね、なんてね、いう意見がね、来ることが、コメントが来ることもありますけれども、その時々の政権や、 その政策によって外から眺めればそう見えるかもしれませんけれども今回のコメントをご覧になってもまだです、ね、タイは真鍮だとおっしゃる人がいるんでしょうかね、果たしてね少なくともそんな単純な話ではないということだけはお分かりいただけたのではないかと思います。 ななんとなく例えばもう一つの国で言えばですねなんとなく k p o p が流行っている感じが外から見て取れるのでタイは新刊だこんなコメントもパンパカ上がってくることがありますけれども実態は笑っちゃうほどとんちん感だということが。 これよりね、一つ二つ前の動画をご覧いただければ本当にわかると思います。タイ人からも直接ね、その動画では多くのコメントをいただきました。要するにね、半島については自分たちも嫌だよと。 いいううコメントがねねもう本当にあふれかえるとちちょっとびっびくりしちゃいましゃまたけども、ね、タイラクは今、タイに住んでタイ,タイの話題をやっておりますけれどもしかしながら日本の人たちに向かって日本語でねタイの状況をお伝えするという1つのコンセプトでやっているのでまさかタイの人からあんだけコメントが来るとは思いませんでしたけれどもねまだの方はぜひとね面白いのでこちらの動画もご覧いただければと思います。 要するにやられたらやり返す言われたらい言い返すということ良いことをされたら当然感謝するというのがタイ人これは当たり前の話でありますけれどもそれがねタイの人たち発揮しと。 もう本当によく分かりやすくそういうものが見て取れるまあ私から取ってみればある意味愛すべき人たちなんですけれどもね皆様はどのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうかということで今回もですね最後になり誠に恐縮でございますけれどもご支援をくださった視聴者様ん一言だけ御礼をさせていただきたいと思いますこちらはですねこれより一つ前一つ前の動画にお寄せいただいたものでありますけれどもただ タイトルが横浜タイ料理店前ヤクザ殺傷事件に母国タイのネットを覆われ刑務所に行くか火葬場に行くかというねこんなタイ人のコメントがあったものを。 紹介させていただいたんですが、こちらにお寄せいただいたご支援。まずは、おっさんクラブさんですね。この度は誠にご支援ありがとうございます。おっさんクラブさんもね、これ今回が初めてではありません。何度もご支援いただいております。コメントもね、つけていただいております。白い目に遭ってしまったタイ人の方には、本当にお気の毒だと思います。負傷された分は、正当防衛が適用されそうですが、死亡させてしまった分は過剰防衛で、 殺人罪ほどではないでしょうが、懲役刑というところでしょうか、少しでも軽い刑となりますよう、ね、にという、こういうコメントをね、まあ、本当にこういうことを聞けば、タイの人たちも本当に喜ぶと思います、励ましになると思いますけれども。 まあ、やったことは確かにね、結果的には悪いですけども、その過程を見ろということですよね。私も同じ意見であります。それからもう一方、コペンさん、本当にね、コペンさん、今回2回連続でご支援いただいております。本当に誠にありがとうございます。おっさんクラブさん、コペンさん、この度もご支援誠にありがとうございました。 そして皆様ここまで今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方は是非チャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げます。また皆様のコメント今回も楽しみにお待ちいたしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。